はい、こんにちは。よし、OK。今日ね、リフォームの初日になります。初日です。今日はね、ここにね、扉がつくそうです。ここに扉がつくやんね、今日。はい、ここに扉がつくそうです。はい、リフォーム2日目こんな感じになりました。昨日ね、じゃん、これからね、便器外します。はい、天井がつきました。ライトもついてね、換気扇がつきました。はい、今はこんな状態でね、はい、こんな感じでね、壁が石膏ボードがね、貼られた状態になりました。はい、こんな感じです。トイレ、ね、開けた状態でちょっとキープできるようにチェッカーにしてみました。もう使い勝手いいかどうかは今後使ってみてですね、外に人がおってもガーンと当たることはないかなと。なんせこっちね、こっちは扉があるもんね、すぐ横に扉と扉ということで、こちらはね今開き戸ですけどね、引き戸にする予定です。でね、ここね、今こんな感じになってたものが左側はね、こっちね壁になってね、こちらだけの開き戸ですね、あ、引き戸ですね、引き戸になります。で、開いた状態ね、開いた状態で正面がね、こちら洗面台になります。これ、これが洗面、ぬくいやろ、どう？ぬくい、ぬくいのゆうくよ。右側ね、これ今日キッチンパネルね、1、
パネルを貼りました、ね、なかなかちょっと大変でした。石膏ボードは、ね、打ち付けてね、キッチンパネル貼りました。まあ役に怒られながらね、いろいろやってね貼ったんですけどなんだろう、釘がねまっすぐじゃないよね、やっぱりね、この辺がしょうがないです。まあ下地ですからね。でこうね、やっぱいろいろねコンセントをつけてくれます。コンセント3箇所で、ね、ここにカウンター、洗面のカウンターが置きます。洗面のカウンターはこれですね、こちら、こちらがつきます。でまだねこちら洗面のままですけど、ここがね掃除、洗濯機ですね、洗濯機を置くスペースになります。こんな感じ、洗面台、洗面台こんな感じになります。でここはねそう、洗濯機が来る予定です。で右肩にです、自動になります。で左側、ね、洗面脱衣所、こんな感じで約作業します。約作業中です、作業します。さちゃん前通りましたありがとうございます扇風機つきました。扇風機こんな感じ。ここがね洗面台、これはい、脱衣所と洗面所完成、完成しました。洗濯機が置く場所になっております。サーキュレーターのセット、そういうここにシャドウのパネルが体がついております。造作です、造作の洗面台、窓枠は昔のままのものを使っております。ちょっとね仮置きでね、ちょっとごちゃごちゃしております。はい、ということで作ったのはヤックンです。はい、なんでそれ真顔やねはい、今日はね2023年8月20日なんと夏の誕生日です。ということでね、リフォーム完成しました。はい、こんな感じです、ね、右側がトイレね、右側がトイレで左側が洗面です。
トイレがこんな風になりました。はい、今ね明るいからね電気はつかないんですけど、人感センサー付きになっております。壁がこんな感じ、壁がこんな感じになっております。これで左右と天井が白いクラスになっております。ヤッコンです。お疲れ様でした。はい、本当にありがとうございます。はい、ということでね、よいしょ、で、攻めはね、こんな感じ。これね、ヤッコンのね造作のね洗面台になっております。創作洗面台、もうごちゃごちゃしますけどね、こんな感じです。ここはねキッチンパネルになっております。こんな感じでシャフで机になっております。でね、これこう姿見つけました。はい、で洗面のね隣がね洗濯場です。